TBS ラジオ伊集院光とラジオと坂井真希とおはようございます。伊集院さん、柴田さん、お久しぶりです。伊集院さんとお会いしたのは本当覚えてないくらい前だと思います。ラジオの番組とかでお会いしたかなーなんて記憶しています。伊集院さん覚えてますか？今日はどうぞよろしくお願いします。今日は、私の女優人生、女優人生か、話すことあるかなと、最新映画のことなどたくさんおしゃべりできればと思っております。この後スタジオにお邪魔させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。こんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの喜入智博です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。さあ、ということで女優の坂井真希さんいらっしゃいますか？覚えてますよ、はい、うん、覚えてる、うん、デビューしたての頃ですね、お会いしましたね。本人触れられたいかどうか分かりませんけど、うん、恋の雑わちゃどっていう、ね、かわいい CD を出してましたよ。だからね、多分当時、出てきた時自体では20歳ぐらいかな、アイドルちゃんが15歳ぐらい出てくる中、20歳ぐらい出てきたから、うん、女優路線行くかアイドル路線行くか事務所迷ってた頃に僕会いました。へぇ、でもさ、この今日紹介する映画ではお母さんでしょ、うん、お母さん役なんでしょ。そう、お母さん役、いいお母さんだったよ。へぇ、うん、私もちょっと、あ、坂井真希さんがお母さんやるっていうのがちょっとびっくりした。ねぇ、私エジソンの母っていう TBS のドラマでもお母さん役やって、僕それすごく印象的でした。あ、そう、はい、まあ、じゃあ年代によってやっぱり、私は浅間山荘が良かった。俺やっぱ絶対綺麗になってやるよ、やっぱ一番最初、絶対綺麗になってやる、ね、絶対綺麗になって、覚えてるね、もう綺麗じゃんみたい な, な、ね、そういう感じだったですけどね、うん、さあ、この後、坂井真希さん生登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、女優の坂井真希さんは1970年生まれ、東京都出身。モデルを経て1992年に女優デビュー。ドラマダブルキッチンや私の運命、監獄のお姫様など数多くの人気ドラマに出演。また映画では実録連合赤軍浅間山荘への道で第18回日本映画批評家大賞の助演女優賞などを受賞されています。本日のゲストは東京下町育ちで、飾らないお人柄も魅力的な女優の坂井真希さんです。さあ、ということで、ゲストは坂井真希さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか、はい、一応この番組でもこういう順番でやるよって決まってて、本当は後半のコーナーで新しい映画の話をするんですけど、うん、そのね、駅までの道を教えて、うん、もう今日朝来てから柴田さんがすごいよすごいよっていう、すごいよ本当この感じが、私もびっくり、いいですか、ありがとうございます。本当に私見始めからもう、うん、本当涙が面で出てくるっていうか、一筋二筋とか、うわ、いいところぐーって泣くんじゃなくて、もう最初からわからないけどずーっと水がこぼれてる感じ、わ、うん、かります。なんかその衝撃的なドンっていうセリフと同時にビャーって出んじゃなくて、ない、最初からよくてよくてよくて、うん、じーっと出てくる感じですね。ずーっとずーっと、そうですか、うん、嬉しい、前編でした、ね、最初からもう最初からなんですよ、最初から、うん、お母さんの役なんですよね。はい、そうなんです。お母さんも良かったです。ありがとうございます。お母さんと滝藤くんのお父さんが、うん、あったかーく見てるのも、あれもまた、じゃーですよ。ずーっとじゃーの。嬉しいな、本当に良かった。自分からするとね、その CM の絶対綺麗になってやるの頃に合ってる、はい、うん。はい、そうですよね。で、それ以来ですよね。はい、多分そうだと思います。そうなの、はい。で、この間、新津千世ちゃんがゲスト来た時に、はいはい、お母さん役坂井真希さんなんですって言ってて、はい、うん、ああ、お母さん、この子のお母さんなんかって感じになる。なんかもうじゃあかなりポーンって飛んでますものね。飛んでます、飛んでます。でも、お変わりないですね。なんかお肌ツヤツヤだありがとうございます。お肌褒められちゃったよね。だからまあ、
その歴史というか、まあやっていくと、最初きっかけ絶対綺麗になってやる。は、まあ、皆さんに知っていただいたのはそうなるかと思います。スタート自体はどういうきっかけですか。は、まあモデルの CM を出たりとか、はい、そういうのはしてたんですけど、うん、女優としては90日間トテダムパブっていうフジテレビの深夜がデビューになるんですけれども、はい、そうですね。それもオーディションで女優になりました。受かって、はい。この仕事入るきっかけなんですか、スカウトとか、そのなんか募集とかそういうのと何ですか。知り合いの方がそのちょっといて、それでそのモデルクラブに入って、うん、でもまあ私背も低いし、そんなモデルって感じではないので。でもそんなイメージあんまないね。はい、背が低いとかも今言う。そうですか、うん、全然。本当ですか。はい、うん。で、それで、私、オリーブって雑誌当時あったんですけど、大好きで、それでシャルロット・ゲンズブールってフランスのジェーン・バーキンの娘さんが大好きで、ちょっと憧れて、女優の仕事したいなって思い始めたんですよね。なんかこうきっかけ、自分の中での転機ってどこになります、うん、転機。そうで、ああいう時期って何ですかね、なんか勢いありますよね、うん、絶対綺麗になってやるじゃないですけど、うん、絶対女優になるんだみたいな強い気持ちあるものですよね、うんうん、だってその全然そんなね、モデルとしても売れてないから、そんな何そんな女優になりたいって簡単になれるわけないからってやっぱり事務所のマネージャーさんとも言いますよね、うんうんうん、だからそのでも私は女優になりたいって伝えた時に、じゃあもう、うん、もう一年頑張ってみなさいってちゃんと、で一年後にオーディションあげるから来なさいって言われたんですよ、うんうん、もう執念ですよね、ちょうど一年後に行ったんです、言いましたよねって言って、だからオーディションくださいって言って、それので受かったお仕事が、でもそれも多分じゃあこのオーディションにおまけみたいな感じで行かせてもらったのが、その90日間トテダムパブっていうフジテレビの深夜の番組だったので、うん、はい。そこからですね、それでその後に TBS の深夜の熱い胸騒ぎっていう番組も、うん、その本当に90日間トテダムパブの終わって、本当スーツケース引きながら、空港からオーディション会場に行ったんですよ。うん、それも、合格して、その木島プロデューサーだったんですけども、そのプロデューサーが木島さんだったんですけども、そこからですね、だから、その一個のことの、その執念が、その気持ちがこうなんか繋いでったとは自分では振り返ると、その気持ちって大事だな、みたいなふうには思うところはあります。でもこう目元が当時キリッとしてて、あ、この子いい感じってやっぱり思いますよね。あの時ね、パッと出てきた時に目の力が。なんかすごい、出てきたって感じ。僕思ったのは、すごい、チャキチャキなんだなっていう感じが来た。はい、あ、下町。なんですよね。下町なんです、はい、そう、だから、最初僕が何のテレビその印象を持ったか分かんないけど、そのテレビを見た時には、多分モデルさんのイメージだったんだと思うんです。はい、でいて、そのゲストに来てどういう喋り方しようかと思ったら、そう、すごいチャキチャキで。で、俺、荒川区で、そんなに変わんないんだよね、場所。台東区です。そうなんだ。大人に。そうですよね。あのあたりでこの子を育つのと思った。こんな感じ。意外にいるんですよね。天海祐希さんとか、唐沢さんとか、はい。はい、あと、林家三平の話はいいです。三平。あの辺だもん、まさに。私、玄三平同級生なんですよ。中学が一緒で。同級生なの？そうか。だったら玄三平でいいですよね。普通だったら、そう、遠い関係なら三平師匠がっていう、あんなもんでも三平師匠がって言わなきゃいけないけど、だけど。師匠なんて、だからつけなくていい感じですからね。三平。そう、もう、俺の中では終身名誉一平って呼んでますけど、ずっと一平と呼んでますけど。あ、そうですか。はい、そうなんですよ。おかしいですよね。どんな子だったんですか？三平。三平じゃないです。酒井さんはどんな少女時代なんですか？いや、私、本当にね、下町の普通の子供でした。中学時代は、軟式テニスが大好きで、もうそれ、毎日、もうそこの部活に燃えている。うん、はい。もう普通でした。もう普通、下町の普通の。はい、元気だ、なんでクラスでも、ついてくタイプとか、引っ張ってくタイプとか、傍観者とかで言うと、どんな感じなんですか？元気だったと思います。はい。
はい。今も行きます、あの辺とか行きます？行きます。はい。随分変わりましたね。そうですね。すげえローカルな話ですけど、日暮里の周りとかめちゃめちゃ変わってません？変わりましたね。根こそぎなくなったでしょ、なくなりました。そうだね。あの辺も駄菓子問屋ってあって、で、割と雑然としたとこだったんだけど、もうあの、モノレールみたいなできてから。そう。ビビルみたいなことになってね。そう。でも日暮里っぽいですよね。わかんない。なんかね、設置されて。何なんだろうな、あの日暮里っぽい感じっていうね。日暮里、西日暮里っぽい感じ。行くとわかんないかね。ずっといるとわかんですけどね。すごい。でも、そこからか、そこからスタートなんだ。はい。で、今まで、行ったり来たりでごめんなさいね。で、その女優業やってて、なんだろう、印象的だった仕事でも監督でも、共演者でもいいんですけど、この人すごいな、この人面白いな。ですね、いろいろいらっしゃいますが、演出家の久世さんは、はい、一回目に仕事した時は、もうすごいリハーサルで何をやってもダメ、もう石田あゆみさんが目の前で相手してくださっているのに、ダメって言われて。久世さんあたりちょっと伝説で俺の中でさ、人として意識してない感じなんだけど、怖かったんですよ、ね。怖かったですよね。もうね、もうわかんなくて、それで、まあ、緑山スタジオ行って、本番やりますよね。はい、もう、無視。私のことなんて、結局できないから。でも無視だから。だけど、挨拶は絶対しっかりして帰んなきゃいけないと思って、サブまで行って、お疲れ様でしたって一応言ったんですけど、無視。無視。もう帰りの電車の中でも泣きながら帰りましたね。で、それでもうまあ、呼んでもらえないだろうなと思ったら、次に舞台だったんですけれども、ご一緒して、そしたら、なんか、その時、覚えてなかったぐらいで、私のことを。あ、そうなんですか？はい、はい。それで、その時に、やっぱり、まあ私もまあ何年かやってますし、少し、こう、少しだけ認めてくださって、いろいろお話ししてくださった中で、なんかすごく台本に書かれてる以外のことを、いっぱい嫌がられるぐらいいっぱい考えるのが女優の仕事だから、たくさん考えるんだぞって、いただいた言葉がすごく今も宝物のように、はい、台本を読むときには久世さんを思い出しますね。でもその最初無視だった久世さんはその後どういう演出をしてくれるようになったんですか？そうですね。やっぱりまあ、スタートが切れたんですかね。もうダメっていうところからやっと見ていただけるようになったから、すごく細かく、だからその台本に書かれてないことを繊細に作っていく方だから、やっぱりそこをきちっと演出してくださいましたね。はい。それは、俺、その役者なんかわかんないんだけど、この人はどういう人生を経てここにいるみたいこと？あと、例えば、想像するんです、自分で。ワードローブ、タンス上げたらどんな服が入ってるかなとか。あと、朝ごはんどういうの食べてんのかなとか、どういうペースでこの人一日送ってんのかなとか。はい、はい。そういうのやっぱ大事。大事だと思います。全然わかんないね。やっぱその台本に書いてあるのを、あれにまず覚えるのがまず精一杯で、多分こういう、多分俺は多分誰かのモノマネでしかやってないと思うんです。おそらくそういう人物像にまで触れられたことがないから、そうか、そういうことなのか。この人日頃何してるみたいなことなのか。私はなんかそう、好きですね。そう考えて、から入るのか。はい。違う時ってあるんですか？それ結局、監督とやってみたら違う、あれ違うな人物像っていう。ありますね。うん。あります、あります、ありますよね。うん、あります、あります。なんか、自分が同時に。だからこう、役に立つか立たないか分かんないけど、いっぱい考えてたことが、あ、全然違ってたこれっていう。ありますね。ごめんなさいって感じ。そう。すげえ、今、そのいろんな、その役歴見てたら、緒方健さんを引っ叩くっていう役もあった。あ、そうですね、緒方健さん。娘さんの役だったんだけど、はい、そうだ。そうですね。はいはい。うわ、ポケベルが鳴らなくてな。ポケベル。もう鳴らないんだよね、ポケベルね。この間配信だったから。ポケベル自体が。知ってますか、ポケベル。知ってます、知ってます。はい。使ったことあるポケベル。ないです。おじいちゃんが使ってた。おじいちゃん。うわぁ、そうか。お父さんは使ってなかった。おじいちゃんが使ってた。おじいちゃん多分持たされてるな、私たちもおじいちゃんな感じですかね。緒方健さん
どんな人ですか。緒方健さんはかっこいいですね。それこそ緒方健さんもなんかこうすごく台本をこう読んでいらっしゃるので、はい、こう昼休みとかにさ、はい、堺ちょっと一緒にご飯食べようぜみたいな呼んでくださるんですよ。それでこの本のここはどう思うとか結構聞いてくださる方で、こういうふうにやろうなとかこう思うとかで、こんなお話してくださる方とは思わなかったので、すごくいい時間で、あとなんだろう、気持ちよくなっちゃダメだぞっていうのは言われました。役者が例えば泣くシーンとかってよくこう、うわーって入って、やっちゃう時もあるじゃないですか。ああ、気持ちよかった。なんか気持ちがいったみたいな。それは絶対やっちゃダメだぞって、どこか、なんかこう、客観的、冷めた部分を持ってないといけないぞ、みたいのは、すごくそこ、それも、あ、なんか、ラジオで言いたくなかった。いい話だよ。内緒にしたかった。はい。いい演技できたら、そりゃ気持ちよくなるだろうって思っちゃうけど、それは違うんだ。そういうことなんだ。で、その教えてくれた尾形さんを引っ張るわけですよね。そうなんです。お父さんがその不倫を、私の友達とっていう、する話だったので、そう。NG とか出しました？怖かったら思いっきり来いよみたいな、すごい真剣な目で、逆に思いっきり来なかったら、酒井お前違うからな、みたいな感じで、そう、そう、だから、逆にもこう、怖いみたいな、そこで緊張しちゃうみたいな。緒方健さんはこう、なんつうの、生半可にペショってやると、すごい怒る方ですもんね。そうね。竹中直人さんが言ってたもん。そういうシーンがあって、俺も、おー、言ってやったら、ダメだ、そんなんじゃーって、すごいこっちが引っ張られてる。そうなんだ。他にいます？こういろんな、この俳優さんとやった時こうだったよとか。若い人でもいいですよ、全然。若い人。うん、なんか絡んで。絡んで。うん、最近素晴らしいなって思った女優さん。はい、女優さん、若くて。はい、若くて、はい。若くて。でも皆さん今注目してるかな、私だけじゃなくて、清原果耶さん。はい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 。夏空の、はい、素晴らしい、妹役ですね。なんかもうこう立った瞬間から、久しぶりにはザ女優さんを見たなみたいな。もう何も皆さんおっしゃいますね。はい、なんかこう一緒にね、なんかこう話さない、おはようございますって言って、よろしくお願いしますって言ってもパッても現場にね立ったんですけれども、うん、もうそこでもう親子の役だったんですけども、うん、もうドゥワーって、あー、この親子感ができたっていう感じ、空気をすごく出してくださる、すごい。うん、方で若いのにちゃんと監督さんとも現場でもきちっとお話をされますし、うん、素晴らしい、うん、そうなんですね。いや、これらそれ何が違う、なんかね、セリフを言ったら、あ、セリフを言うのがうまいみたいのはなんかわかるよね。やっぱ空気感なの、もう最初から佇まいな、うん、そうですね、やっぱり佇まいはありますよね、うん、ありますよね、あの方、はい、本当にそう、はい、うん、あとプライベートっていつも何してるんですか。私ですか、プライベート何してるかな、ぼーっとしてますな。いやいや、なんでふんってぼーっとも、ずーっとぼーっとでもないですよ、心配されるんでしょ。なんだろうね、なんか楽しんでることとか。いや、だいたい聞き出したいのは、まあ、今美味しいと思ってハマってるものとかでも、食べ物、趣味こんなことやってるのもいいんだけど、食べ物ですか。趣味はでも最近運動不足で、ホットヨガみたいなのをちょっと始めてみて、基本運動が好きなので、前は、子供がいない前は、運動が好きだから、水泳習ってて、それもなんか選手コースみたいのじゃないと納得いかなかったんですよ。本気のやつ、もすっごい厳しいコーチのもとで、厳しくやんないと嫌だったんですね。はい。だけど、だから、もう運動したいんです。でもなかなかその時間が取れないから、はい。で、やっとホットヨガを最近始めて、楽しいです。もういくつぐらいの？ 8 歳に、はい。なりました。8歳。そうなんです。あら。ね、まあまあ私も年を取るわけなんですが。子供、大変ですか？どうですか？いや、楽しいですね。はい。はい。ホットヨガにも行けるぐらいの余裕にはなってきたんですね、もうね。やっちゃう。今度の映画のあの子と同じ、うん、そうそうそう、ぐらいのお子さんなのね。ちょうどいいんだ。ああ。いや、まあ、ちょっと CM 挟んで、まあ、本格的にその映画の話もしたいと思っております。はい、今日のゲストは、酒井真希さんです。伊集院光とラジオと酒井真希と
駅までの道を教えてと。さあ、引き続き今日のゲストは女優の坂井真紀さんです。よろしくお願いします。ちょうどいろんなのの確認で老眼鏡をかけたらすげえ笑うんだもん。もうそういう年ですよ、おじさんなんだから。こっちだってみんな老眼鏡さあ、まあ、この映画の話をきちんとしますけど、はい、じゃあまずはデータといいますかね、そこを喜入君からお願いします。はい、名作です。明日から公開の映画駅までの道を教えてに坂井真紀さんは出演されます。愛犬の帰りを待ち続ける小学生と息子を亡くしたジャズ喫茶のマスターという、まあ、年齢は離れていても同じような深い喪失感に苛まれる二人の葛藤を幻想的に描いた作品です。原作は伊集院静香さんの小説です。うん、主演は9歳の子役で先週ゲストにも来てくれた新津千世さん。年老いたジャズ喫茶のマスターを演じるのが世界的な86歳の俳優小井田芳さん。坂井さんは新津千世さんのお母さん役です。家族での食事のシーンが印象的でした。うん、その他にも柄本明さんや有村架純さん、滝藤健一さんに余紀美子さんなど豪華なキャストが出演されています。あの新津千世さん、はい、僕はもうさん付けで呼ぶことにしたんですけど、あまりにしっかりしてたんで、千世さんお越しいただいた時に坂井さんの話もしてて、はいはい、江本さんもオーラあったけど坂井さんもまた別のオーラがあった。よかった。江本さんのオーラは違うやつだって言ってましたけど、また違うやつねって言ってましたけど、オーラあってよかった。いかがでしたか撮影は。撮影はすごい、これなかなかないと思うんですけど、すごい時間かけて撮影してまして、うんうんうん、そうなんですよ、はいはい、だから、ね、ちせちゃんの成長ぶりが、うんうん、そうちっちゃい、はい、だいぶ大きくなってますもんね、はい、最後の方で犬も自分で飼ってって、やっぱりもうすごくその下準備が素晴らしいから、だから私もそのちせちゃんがただこう走ってるだけで涙が出るっていうのは、うん、その本当に丁寧に年月をかけて作ってきたものがスクリーンには現れてる気がします。うんうん、私もワンシーンやってから9ヶ月後ぐらいだったんですね。はい、だからもう本当になんか生きてれるか分かんないみたいな感じの心配が、そんな撮影先に言われてもぐらいな感じはあったんですけど、でも贅沢ですよね、その時間をかけて撮れるっていうことは。それが現れてると思います。いや、千世さんも言ってた、はい、最初のオーディションの段階から、うん、このオーディションは受かったら犬と暮らすところから始まるんですって言われて、千世さんはあの犬が飼えるってすげえ嬉しかったみたいな。そう、ただ犬飼いたいだとなかなか親からすぐに OK 出ないけど、だったらって言ってもすごい、そんな、この犬の名前呼ぶときにもうね、あの飼ってるのよくわかるの、あの言い方が、うんうん、でちょっとこう上から目線で、でっていうところがね、うん、あ、いいんだよね。行くよ、行くよ。嘘、行くよ。悔しいのはさ、いつも僕がゲストを迎えるときに役割分担で、全員が見てるはあんまり、ラジオとしてはいい状況じゃないからって言って、見ない人を決めるんですね。うん、で、ちせさんのときに見ない人だったんですよ、はい。で、終わったから見ていいじゃんってなったら、いや、坂井さんが来るので、って言われて、ずーっと俺だけお預けされてるのに、スタッフとかバンバン見て、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいって今言ってる状態なんです。みんな泣いてるから。でもね、ストーリー聞いただけでも、まあ、その、うん、まあ、愛犬とそのちせさん、それからあと、さらには息子を亡くした、まあ、おじさん。うん、との交流の話なんだよね、はい、それだけでも相当来ちゃう、うん、そうですよね。そう、うん、でもね、お涙ちょうだいじゃないんですよ。この生とか死とかっていうものにもうずっとこうそういうね、うん、あのこう受け入れるとかっていうこと、うん、で最後が終わり方が素晴らしいの、はあ、この勢いだと言うなそれを。だから最後が素晴らしい。なんかご本人から今初めてこういう映画があるんだって知った人になんおすすめと言いますか、こういうところ見てほしいなり、こういう映画ですよってありますか。そうですね、やっぱりこう人の大切さとか生きることの意味だったりとか、人を忘れないっていうことだったり、そういうことはすごく
本当に散りばめられて、それになんか私自身もちょっと気づけた部分があるので、うん、あの出来上がった作品を見てそういうものが詰まった映画だと思うのと、さっきも言いましたけど本当に時間をかけて撮ってることが、うん、今それ一番の贅沢ですもんね、はい、そうなんです、なかなかないんですので、うん、あの絵面的な贅沢は CG でもなんでも随分できるようになったんだけれども、うんはい、本当に贅沢って何かって、やっぱそこ贅沢ですよね。そうですね、うん、そこはぜひ見どころだと思いますね。ヒール君も見てどうだった？ヒール君見て時間がなんかゆっくり流れる感じがしてリラックスして見られるんですよ。なんか無理にこう急いで作ってない感じというか、それはこっちにもこっちの時間もそういう感じになってくる、なってくるのと、あと有村架純さんの声のナレーションも、うん、いいんですよね。本当に素晴らしい。いよいよ見れるよいよいよだよ、俺から見れるね、してみたい、やっと見れるんだよ、そういう、ね、ということで、駅までの道を教えて、駅までの道を教えて、明日公開です、はい、あよく SNS とかで間違って原作を伊集院光って書いてるやつがいます、ね、あの違う、ん、じゃあそれでいいです力になりそうですからね、ということでぜひぜひ見に行ってください、はい、さあラストは将来の夢ってみんなに聞くんです。今後やりたいこととか夢、将来の夢、うん、子供の頃よく聞かれたでしょ、将来の夢夢、まあ、今後やりたい作品とはでいいんですけど、なんか昔は野球の選手のお嫁さんって言ってたんですよね。ああそうですか、ちょ気持ち悪いですよね、この中年になっていやいやですけど、うん、なんだろう、夢ですか、うん、じゃあもうだんだんこうね老人に近づいていくので、うん、まあそういう、そうですね、いいおばあちゃんになりたいですかね。最終的に無難なところに落ち着くのやめてくださいよ。こっちすげえ面白い野球選手を呼びさせていただいたのに最終的にとかすげえ無難なやつ言っちゃったよみたいな、ね、でもなんか簡単なようで簡単じゃないですもんね。なんかちゃんとしたおばあちゃんになるとか、ちゃんとしたお兄ちゃんになるとか結構難しいですもん ね、 そうですね、うん、清潔感あってね、透明感あるおばあちゃんになりたいですね。なんだろう、たまにいるでしょ、すれ違ってもわかる素敵なおばあちゃん、このおばあちゃん、いいおばあちゃん、それは若作りとかじゃないの、全然空気をまとってる人いますよね、潔いみたいなね、はい、ああいうおばあちゃんいいよね、なんか小綺麗っていうか、やっぱ綺麗なんだね、いろんな意味で、ね、うん、ぜひあの綺麗なおばあちゃんになってやるで今日のゲスト女優の酒井真希さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。